中途半端になった。ダムカイ、ダムカイがライン割っていません。もう一度西矢、西矢打ってきた、シュート決まった、先制徳島。開始7分、西矢和樹2試合連続、今シーズン8点目。ここで侵入をしてきて、まあ、ゴールキーパー一旦防いだんですけどね、この角度のないところから非常に強烈な左足のシュートですね。しかしこのボール、渡井からもう一度徳島、岩尾から西矢へ通る、面白いパス、ゴール前、2点目追加点。最後は柿田でしょうか、オウンゴールかどっちかだと思いますね。徳島追加点で2対0リードを広げます。ディフェンスとディフェンスの間のスルーパスから柿田選手の背中ですかね。ですね、非常にいいクロスが入って、まあ、柿田選手は体にね当てに行ったので、それが得点につながりましたよね。一旦下げます、渡井、ここに飛び込んできて岩尾から柿田、そして自ら左足、藤村のブロック、もう一度ゴール前ダイレクトでいきますが、これは枠の左、ここも波状攻撃。ファンを狙う、頭で3点目、岩尾のシュート、徳島追加点3対0リードを広げます。いや、岩尾選手今簡単ではないですよ、これはね。そうですよね、あのしっかりディフェンスは疲れている中で、でもうあまりこう体勢的にもいい体勢じゃない中で、はい、頭で合わせてきますからね。さあ徳島陣内入ってきます、石尾、石尾から縦、加藤にむ、あとこれが転がって1点返した金沢。ジャストミートではありませんでしたが、気持ちでねじ込みました、加藤睦月、今シーズン13ゴール目。今は非常に加藤選手が横に流れた動き出しで、いい動き、動きの中からね、得点でしたよね。ディフェンスの間を狙った非常にいいスルーパス、ボールのね、速度もね、非常にこういいスルーパスでしたね。さあここは柿田がここまで下がってプレーに加わります。小西、あとボール奪った山根、そして加藤睦月のシュートは、これは最後ディフェンダーに当たりましたかね。そうですね、決定的でしたけどね、懸命のディフェンス、キーパーですね、ですね、上福本、ディフェンスからボールを奪って、はい、まあ、狙い目ではありますよね。さあそして渡辺大輝から前線へ、加藤睦月、ホドルフォに当たる、ゴール前、このボールが決まった、金沢追加点、金沢2点目。よくホドルフォ選手にパスをこう、ね、出しましたね。ホドルフォ選手一度ボールを、ここ加藤選手粘りました。非常に難しい、こう反転してね、利き足ではない右足で押し込みましたよね。さあですが、ここも金沢押し込んで、ゴールは山根、動き出している加藤睦月、山根シュート、上福本横跳びビッグセーブ、スーパーセーブですね。ゴールを死守します、はい、佐久田選手も入りましたからね。そうですね、高いボールから石を折り返して大橋佐久田、佐久田、最後は島塚、同点に追いついた通言金沢、3点のビハインドから一気に3対3同点。石尾が折り返して大橋選手ですか。そうですね、島津選手が、まあ、触って押し込んだと。もう完全に流れは金沢に来てますから。ゴールキーパーの白井に戻します。
渡辺大輝、頭ですらしてホドルホ、スピードがあります。ホドルホ、ホドルホ持ち込んで、ホドルホから杉浦に追わずコール球、懸命のクリア。今のところやはりこう正確なクロスをね、はい、あの上げるともっと攻撃が厚みが出るんですけどね。そうですね、はい、非常にあのいい連動性のある攻撃でしたよね。まあ、後半に入ってからも金沢のペースが、ずっと続いてますね。そうですよね、はい、福岡はやはりこう何度か立て直さなきゃいけないですね。岸本ライン際返してくる、面白いところ、最後は柿田、今日2点目、4対3、柿田リードを広げます。柿田の個人技で得点をね取りましたね。佐久田選手が対応してますから、体を入れて右足で流し込みましたね。さあ、そしてその佐藤を走らせる、佐藤クロス、ここには誰もいませんが、西矢だ、わずかに浮きました。リスタート、柳下監督からもあとワンプレー、ツープレーでしょう。大きな激が飛びますが、さあアディショナルタイム5分台に入っている。ここで試合終了、4対3、徳島ヴォルティス、辛くも勝利、今日2得点の垣田、ホイッスルを聞いてロドリゲス監督は大きく息をつきました。3対4